うもねくらです。お久しぶりです。なんかね、皆さんからしたらお久しぶりじゃないかもなんですけど、ストックの動画を上げて YouTube をしのいでいたので、めちゃくちゃ久しぶりに動画を撮ります。で、何の動画かというと、ロルバーンです。いやー、私このロルバーン買うためにかなり必死に頑張ったのに、これ1週間前ぐらいからお家にあって、ツイッターでいっぱい先越されて悲しい。開けていきます。いや、いい絵の、いいよ、何もしなくていいよ。あ、箱が欲しいのね。開けます。よいしょ。謎の段ボール。あ、パンフレットとか入ってんだ。これが領収書かな。よし、じゃん。いやー、届いたぞ。早速猫様は箱に入りました。で、私がなんで悔しがってたかというと、このロルバン発売日にネットがサーバー落ちちゃったんですよ。で、買えなくて、ずーっともうこのサイトに張り付いて、いつ復活する、いつ復活するって言って、もうしばらく復活しなかったんです、数日間。で、復活した瞬間に買って、それなのにね、紹介ができなくて、もう仕事忙しくて紹介ができなくて、結構先を越されてかなり悔しかったですね。よし、こんな感じです。あれ？これ見たことないな。これ、なんだっけ？あれ？どれかが今回発売じゃない？ 4 種類じゃなかったっけ？わかんないや。まあ、1個ずつ見ていきましょう。じゃ、まずこのロゴから。ね、これ、すごくロゴが、なんていうの？玉虫みたいな。すごい。オーロラっぽい、いろんな色に反射しますね。すごいかわいい。あ、そう。阪神はね、ここにね、タイガースのシールがちゃんとついてます。いやー、すごいなー。コラボってすごい。で、これが、日本の柄の、真っ赤なロゴですね。いやー、かわいい。かわいいですね。私、こういう和風なロルバーンまだ一個も持ってなかったので、阪神タイガースが初ですね。なんか昔成田とかで歌舞伎の柄とかあったんですけど、浮世絵かな？浮世絵の柄とかがあったんですけど。いやー。かわいい。85周年なんだ。85周年、かなり長い。これは、ホログラムになってます。すごい。キラキラで虹色ですね。水玉っぽい、ホロが入ってます。これがね、私が今回一番欲しかった柄ですね。かわいいので。でも確かに、これもいいかも。これが友達おすすめの柄、こっちも、だったので。確かに実物見るとそうかもしれない。あ、全部白押しだ。これだけ違うかなと思ったけど、緑に白押しされてます。いやー、これかわいいですね。虎。全部一冊ずつしか今回は買ってないので、大事に使おうと思います。で、最後がこちら。これも緑っぽい、青緑っぽい白押しですね。
かわいい。で、この前の文具女子博でちらっと紹介した阪神の昔のロールバーンもそのうち紹介します。まあ、今回はこの5冊ですね。全部かわいい。中身はね、多分普通の L サイズなので開けないです。で、ネットショップは5000円以上で送料が無料になるんですけど、これだと5000円超えなかったので、こちらを購入しました。なんと修正テープなんですよ。可愛くないですか？最初ね、これが欲しくて、この5個とこれにしようと思ったんだけど、それじゃ超えなくて、全色買っちゃいました。いやー、どれからいこうかな。全部同じなので、1個だけ開封します。やっぱ白開封だよね。タイガースっぽいのは取っとこうと思います。すごい。ここになんか金ピカのロゴがついてる。これも全部ロールバーンに貼って保存だな。どうやって使うんだろう。説明書は入ってなかったですね。説明書がないのが結構困ったんですけど、まあなんとなく分かったので、ロールバーンに引いてみます。多分こうだよね。うわ、猫。待ってて。何？多分。むずい。むずいな。お。こうですね。なんかね、やり方にちょっとコツがいる。なんかこっち側に寄ってるから、こっちにね、ちゃんとしないと、あれかも。あと最初がちょっとね、最初から削れてたので。いやー、でも可愛いし、慣れれば普通にできると思います。いいですね。かわいい。ただ、文字を消すなら消しづらいかも。普通にこういう演出として置いとく方が無難ですね。普通に使うにはちょっとかさばるし使いづらいかもしれないんですけど、置物として置いといたりとか、なんだろう。あんまり修正テープ使わないけど、オフィスに置いときたいとかいう人で、タイガースファンの人は、こうデスクに置いとくと可愛いかもしれないですね。おぉ。って感じです。まあね、普通に消そうと思えば消せます。ただこれ毎回やってたらちょっとストレスになるかもしれない。って感じでした。キャップは取り外し型で、カチッてするタイプでした。こんな感じ。かわいいですね。これ欲しかったんですよ。ロールバーン見に行ったらこれ置いてあって、かわいいなと思って買いました。今回の動画はこんな感じ。まだまだね、全然買えると思う。多分ね、買えるとは思うので、気になる人はお早めに買ってみるといいと思います。かわいいので。おすすめは真ん中3冊ですね。タイガースっぽい。これがね、前に出てる柄とちょっと似てる柄ですね。おすすめです。今回の動画はここまで。まだまだロールバーンの動画は上がると思うので、よければチェックしてみてください。バイバイ。動画撮り終わってサムネ撮ってたら気づいたんですけど、黄色だけ承認マークがなんか違うシールですね。なんでなんだろう。